あなた勝手すぎるよ。太古がどれだけあなたを探したか知りもしないで、自分はずっとその姿を見てきたんだよ。国籍は韓国です。本当に助けたいなら君が担当すべきだと思う。最善を尽くしてほしいしね、福祉課主任としては。夫としては山崎さんって特別な人？奥さんの人生も二郎さんの人生もめちゃくちゃになってしまえばいいって。彼は弱いんだから私が守ってあげなきゃダメなの。いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。